はい、では今回はレギュラーのプッシュの説明をしていきたいと思います。まずスタンスはこのスケートボードのビスとビスの上を両足で全体に踏んであげてください。この時につま先やかかとに力が入らないようにしっかり足全体でスケートボードを踏んであげてください。で次まず進む時、僕はレギュラーなので左足前で進行方向がこちらになるんで、まず進行方向に体を上半身だけ向けます。その時そこの時にまず前足を進行方向に向けてあげて後ろ足を下ろします。この時にプッシュをしてあげて、プッシュをしたら後ろ足をまたビスの上に戻してあげてください。でこの後に前足をまた戻して、これが一連の流れになります。前足の動かし方の説明をピンポイントでやっていきたいと思います。この親指の付け根ら辺を軸にしてあげて、このように前戻す、前戻す、この動きを板に乗らないで片足だけで少しやってみてください。では実際にプッシュをしていきたいと思います。では行きます。まずプッシュの時に注意するポイントとしては、この前足のつま先がこのビスより先にあまり出ないことを確認してください。これが少しでも前に出てしまって重心が前に寄るとノーズが簡単に踏めてしまうので転倒の恐れがあるので、こちらはこの前足はしっかりビスの中に収めてあげてください。さっき言ったこの動きをこのビスの中でやっていきます。あとプッシュの時のポイントとしては、まずプッシュをするとき重心は頭がしっかり前、この前足の膝の上に来るようにプッシュをしてください。これが例えば右足に寄ってしまったりするとこういう感じでバランスが崩れてしまうので、しっかり重心はこのデッキの真下、真上に置いてプッシュしてあげてください。ではまずプッシュ慣れてきたら、さっきはまず前足を前に向けて漕いで乗せる、これをこの一連の流れを教えたんですけど、慣れてきた時に少しこのプッシュ用の回数を増やしてみたり、もしくは強く蹴ってスピードをもっと出してあげたり、あとは片足でバランスを取って後ろ足をデッキに乗せないプッシュだったり、この応用を少しやっていきたいと思います。